1番2番3番4番5番6番スタートしました。1周1マークへ向かっていきますが、これはちょっと早いタイミングがあったようです。1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジ側へと立ち上がっていきますが、ここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。1号艇の吉田彩乃選手はフライング変換欠場、1番の吉田選手はフライングのため変換欠場です。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。ダイキック、1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇古田、そして5号艇渡辺、4号艇向田、コーススタート5コースまくろうとした5号艇渡辺止められて、ちょっと1号艇古田が振り込んだ。4号艇向田がまくっていって先頭に立ちました。2番手は5号艇渡辺、3番手から3号艇岩津、6号艇藤原、4番手ですが後方1号艇古田が転覆しています。なおスタートは正常です。お知らせいたします。このレース一周一マークアクシデントありました。1号艇古田祐樹転覆仕掛けです。1番2番6番3番4番5番まもなくスタート、今スタートしていきました。お知らせいたします。第7レーススタートいきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。3番手6番手フライング欠場、第7レースは3号艇の三島誠司、6号艇の山本健二がともにフライング変換欠場、3番6番に関する船券はすべてお返しいたします。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました6選手、そんなに空についてたいくも、角から1号艇の内山、2コースから2号艇の服部、白い1枠インカル向かい数1号艇の塩田、まくっていく4号艇の内山、サウス2号艇服部、切り込んで6号艇の宮崎、向こう攻めに入りました。トップレスで立って並走、インコース2号艇服部、アドコース仕掛けた4号艇の内山、真ん中飛んで踏ん張って1号艇の塩田、最初から6号艇の宮崎参戦ですが、この辺り差し切ってリード1点勝、2号艇の服部、一緒にマークの世界、サウトは正常、主導権は2号艇の服部をつける6号艇の宮崎、握って1号艇の塩田を刺す、これ3号艇4号艇が競り合った、おっと危ない、3号艇にアクシデント発生となりました。先頭は2号艇の服部、2番手は1号艇の塩田、3番手が積み入る6号艇の宮崎、目下のところ2対16、レースは西目の1コーナー、トップ世界2号艇の服部、2番手1号艇の塩田、3番手続いた6号艇の宮崎英治、向こう上に立ち上がっています。ここでお知らせいたします。3号艇の楠本浩二、1周2マークにおきまして転覆のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。予選競争第2レースインから1号艇島崎、そして2号艇3号艇も出ていく、1号艇島崎逃げる、3号艇石原がまくって攻めていく、そして2号艇ウルタに4号艇山田城、向こう正面は1号艇島崎の両サイド、2号艇3号艇迫っていく、スタートは前提正常でした。さあ3艇セントラスイ、2号艇1号艇3号艇1周の2マーク、2号艇のウルタ、1号艇の島崎、ここは競り合ってしまった、内側から待ったのは3号艇石原翼、前に出たのは3号艇石原です。なお2マークでは1艇アクシデント発生となってしまいました。先頭は3号艇石原翼です。なおこのレースですが、1号艇島崎丈一郎は転覆のため失格、1番は転覆のため失格となっています。また1マークでもアクシデント発生となってしまいました。現在先頭は3号艇石原、2番手が2号艇ウルタ、3番手は6号艇大場となっています。1マーク側では5号艇松井貫太が転覆のため失格、5番が転覆のため失格となっています。4番5番6番の並びです。スタートしました。第8レース、これはフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この第8レースですがフライング艇があります。
お手持ちの投票券大切にお持ちください。お知らせいたします。なんと3号艇数原会3番はフライングのため返還欠場。3番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。3番に関する投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。フライングデーがあります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。この第12レースフライングデーがあります。そして1マークではアクシデント発生があります。この12レースまずはフライングデーです。お知らせいたします。3号艇坪井壮介、3番はフライングのため返還欠場。3番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。3番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。そして1マークですが5号艇福田翔吾が転覆のため失格、5番が転覆のため失格となっています。今しばらくお待ちください。皆様お待たせいたしました。2番山田浩二、制限時間を超えたため不完走失格、2番は不完走のため失格となりました。